どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今日はマシンの扱って裏ゼロ次元周回していこうと思います。裏ゼロって周回編成が少ない上に報酬もね、なんていうの、豪華なんだけど、ダンジョンがだるすぎて結構なんていうのやるね、あの機会が少ないダンジョンだと思うんですけども、まあ、あのバレンタインダオを使えばめちゃめちゃ簡単に周回できる上に、まあ、報酬も美味しいんでかなりおすすめなんですね。ニジピーが落ちるチャンスがあったりとか、あとは経験値ドラゴンとあの攻撃強化プラス HP 強化プラス HP 強化プラス回復強化プラスとかの潜在が落ちるということで、まあ、今日は実際にねこちらの裏ゼロ次元を周回していこうと思います。早速編成の方紹介していきます。今日マシンノア編成で周回していきます。リーダー玉子です。遅延4つ光軽減プラスにこちらリズレット武器継承ですね。はい、で、からのこちら、ソーラサードクターストレンジです。10強アシスト無効回復回復キラー潜在にこちらスキルレベル1でお願いします。アシストはマグニートでこちらもスキルレベル1継承です。はい、でからのシトリーです。スキブ上限解放遅延2つにこちらエノーラスキルレベル1継承という感じになっております。はい、で、からのこちらノアです。スキブに上限解放潜在、そしてこちらソニアクレアのスキルレベル1継承です。はい、でからのノアです。スキブ上限解放潜在にこちら玉子の、武器継承ですね。はい、スキブ2個チーム HP2 個持ち武器継承と、でノアです。スキブ上限解放にこちらウルバリンマグニートを継承という感じの編成になっております。という感じの編成ですね。まあ今日は実際にこちらのノア編成を使ってね、裏ゼロバレンタインノアシステムで周回していこうと思います。このノアのヘイストループと盤面花火を利用することでついに裏ゼロ次元周回できるんでね、まあ今日は実際にこちらの編成使って周回していこうと思います。遊んでいきましょう。さあ1階層からやっていきましょう。まずは玉子変身していきます。からのドクターストレンジ打ってあげてエノーラブキ打ちましょう。でからのノア打ちます。はい、ノア1打ってあげてずらしていきます。はい、でこれでしっかりとワンパンしていきます。このまま突破していきましょう。さあ続きまして2階層です。2階層もノアずらしてワンパンしていきます。はい、裏ゼロですらね周回できてしまうのは結構やばいっすね。性能普通にこいつ強いんだよな。だ取れればねいいんですけどね、なかなか入手難易度高いのが欠点ではあるよね。はい、でここもずらしていきましょう。ワンパンしていきます。はい、12コンボ13、14。さあこれでしっかりとワンパンして突破していきましょう。倒していきます。はい、これで突破です。では3階層です。3階層は玉子からのシトリーからのノアに打ちます。はい、玉子打ってあげてシトリー打ってあげてノアに打ってあげて、これでもう無効貫通もダメージ吸収も属性吸収も全部対応してあげてワンパンしていきます。これで全対応ワンパンですね。はい、12コンボ組んであげてこれで倒していきます。突破していきましょう。続きまして4階層です。はい、4階層に関してはノア2からのシトリーからの、はい、ノア2打ちましょう。まずこれでずらしていきます。ノア2でずらしてあげてこれで削ります。オッケー、ノア2で削ってあげてからシトリー打ってあげてウルバリンマグニート武器打ってあげてリーダーのノア打ちます。はい、シトリーからのウルバリンマグニートからのノア打ってあげてワンパンしていきましょう。でこれで倒しきっていきます。はい、このまま倒していきましょう。突破です。ワンパンしていきます。 OK。 さあ続きまして5階層です。5階層はシトリーからのミゼール1個組みます。はい、ストリーからのミゼール1個組んでいきましょう。こんな感じでミゼール組みましょう。下手に火力出したの怖いな。大丈夫でした全然。で玉子打ってあげてノア打ちます。はい、この76番目の時のこのバカみたいな生成マジでノア最高だな。このグウィーンって全部水と火の花火になるの超綺麗でいいわ。はい、これでワンパンしていきましょう。ワンパン突破していきます。倒していきましょう。さあ続きまして6階層です。6階層はシトリーからのノアに打ってあげて殴っていきましょう。
パガンで1ターン耐久することでね、ノアループも引き続き継続して使っていけます。はい、1人打って HP 回復からのノア打ってあげてずらしていきます。はい、これでしっかりとワンパンしていきましょう。14コンボ組んであげてこれで突破していきます。 OK。 さあ続きまして7階層です。オロチに関してはノア打ってあげてずらしていきましょう。立ち回りが固定化されてるのめちゃくちゃいいですね、この編成。8階層ぐらいまで立ち回りが全て固定化されてるのでそれが楽でいいわ。はい、これで殴っていきます。で15コンボ組んでワンパンしていきましょう。突破です。 OK。 さあ続きまして8階層です。8階層は1人撃ってあげてノア3撃って殴っていきます。はい、まずこれで一発削っていきましょう。1人からのノア撃ちます。はい、やばい、ルレやばいです、ルレやばいです、すぐザラせ。危ねえ、間に合った。ルレ危なすぎだろ今の。オッケー、これで15コンボ組んでまずは一発削っていきます。うん、でからのリゼレット武器からのノア撃って殴っていきます。はい、連打するわマジで。お、ナイス、リゼレット武器最強だ、偉すぎる。はい、これでしっかりとルーレットの上書きしてあげてリゼレット利用して倒していきます。はい、リゼレット武器ってちなみに何なの？ルーレット生成無効貫通ロック解除生成か。なるほどね。これでしっかりと2パンしていきましょう。突破です。さあ続きまして9階層です。9階層はノア打ってあげて殴っていきましょう。えいえいえい、ノア武器打ちます。ノア武器じゃない、ノア打ちます。ここもノア打ってずらしてあげたらワンパンできるはず。一応裏ゼロ次元って防御力がめっちゃ高いはずなんですけど、それを気にさせないぐらいに軽く出し続けてくれてますね。はい、これで16コンボ組んで殴っていきます。はい、でもこれでしっかりとワンパンしていきましょう。突破です。 OK。 さあ続きまして10階層です。10階層に関しては玉子打ちましょう。玉子、ストレンジ、ノアの順番で打ちます。玉子、ストレンジ、ノア打ってあげてずらしていきましょう。はい、これでワンパンしていきます。玉からのストレンジからノア打ってあげてワンパンして倒していきましょう。ではこれで突破していきます。はい、 OK。 さあ続きまして11階層です。11階層はシトリーからのノア打ってあげて倒していきましょう。ストリーからのノア打ってあげてこれで倒していきます。ちなみに11階層とかあと7階層における水重視の配置は多分ね画面が載ってると思うのでこの配置を利用してください。まあ、11階層これで突破していきます。今回は十字必要なかったんでこのまま倒していきましょう。12階層です。玉子からのノア打ちます。マッハの離脱に一切影響を受けません。どこ行くんだ、ウェイ、ノアリーダー。玉子からのノア打ってあげてずらしていきましょう。でこれでしっかりワンパンしていきます。はい、12コンボ組んであげてこのまま倒していきます。突破です。 OK。 さあ続きまして13階層です。13階層はまずノア打ちましょう。ノア打って殴っていきます。はい、ここはシトリー使わず殴ります。はい、ノア打ってあげてずらしです。でまずこれで1回削っていきましょう。ノアで削ってあげて18コンボ24、もうすごい、あ、落ち込む地獄だ、やべえわ、全部消えた枝豆、すげえ。これで一発削りでからのシトリー打ってあげてノア打ちます。はい、シトリーからのノア打ってあげてここもずらしていきます。はい、裏ゼロはとにかくボスが硬いんでね。で玉子打ってからノア打ちましょう。
でこれで、確定3番です。横からノア打ってあげてこのまま突破していきましょう。 OK 16コンボ組んで倒していきます。もうこれで確定突破です。 OK 3番です。さあ続きまして14階層です。14階層に関しては1人からの、ノア打って殴っていきましょう。はい、まず1人打ちます。1人からのノア打ってあげて殴っていきましょう。でこれで水の18火の12生成でまず削っていきます。えこれ16コンボいけるの？あ強すぎだろ普通に。そっか落ち込んなしあるからやば。で、玉子からのノア打ちます。はい、ここも4番なんですけど立ち回りめっちゃ簡単で、とて1人からのノア打ってあげて、次2ターン目に玉子からのノア打ってずらします。ちなみに3ターン目が1人からのノア、4ターン目が玉子からのノアっていう感じで、もう確定で立ち回っていきます。立ち回り固定化されてるのがめっちゃ楽でいいよ、この編成は。立ち回り固定の編成ってストレスないからな。でここ1人からのノア打ちます。はい、この落ち込んだ人もね、1人のおかげでループしてくれるので、枝豆ドロップが事故らないのも最高っすね。あの1人がないとね、どうしても枝豆の落ち込ん事故とか起きがちなんですけど、この編成1人がループしてるので、落ち込んだ人がループしてくれてるんですよね、実質的に。だから枝豆も確実に入ってくれるのがなおいいって感じです。はい、で4ターン目は玉子からノアで突破していきましょう。ちょうど4ターン目に倒していきます。はい、立ち回り固定の強みっていうのはもうこういうことなんですよね。固定されてることでめちゃくちゃ楽に倒していけるっていう。はい、これで4番していきましょう。 OK、 しっかり17コンボ18192021コンボ、あれあそか枝豆目覚め入ってんのか。これで倒していきましょう。コンボ数固定されてるはずがやばいコンボ入ったからびっくりしたんだけど、そっか枝豆がやばい量降ってきてるんだな今はな。枝豆目覚めの力で枝豆盤面に9個あるもんね。だっていや10個ある、いや11個あるね。あーやべえわこれ。はい、14回答です。1人からのノア打ちましょう。1人からのノア打ってあげて殴っていきます。はい、でまずこれでずらして削っていきます。オッケー、1人からのノア打ってあげて、まずはこれで削りです。さあこれでもういやーもう最強本当に。でここは玉子からのドクターストレンジ打ちます。はい、このルーレット早いんだよな。ルーレットマスかちょっと。はい、でノア打ってあげてずらしていきましょう。でこれでしっかりと半分まで持っていきます。玉子からのストレンジからのノアでこれで半分まで持っていきましょう。 OK、 そしたら半分時ですね、1人からのノア打ってずらしていきます。このルーレットめっちゃ早いんで注意してください。ずらしていきましょう。 OK、これで1人からのノア打ってあげてずらしていきます。はい、でまあこれでまた削りです。 OK、 でまあギリギリ耐えれます。ここの攻撃もちゃんと調整されてるんでギリギリこんな感じで残ります。はい、そしたら玉子からのノア打ってあげて終わりという感じの編成でした。あごめん、あの終わりません。相手が水か貴族星に変わった場合は、普通にあともう1ターン殴ることになります。ただまあ別に大して変わらないで大丈夫です。まあでもねっていう感じの編成でした。いかがでしょうか。あのマジでこんな感じでノア使ってもらうだけで裏ゼロ次元すら簡単に周回できるんで、ノアはもうかなりもう期待値の塊だと思います。そのぐらいすごいキャラなんで、ぜひ皆さんねノア引けた人は使ってみてください。ということで今回はねノアの裏ゼロ次元の周回編成を攻略紹介する動画でした。本当にもうほとんどずらすだけで周回できて、立ち回りもね固定化されてるんで、高難易度の周回というか、まあ中難易度の周回の割にはストレスも少なくてかなり回りやすいと思います。まあ経験値も9000万ぐらいで、こんな感じでね、プラスプラス洗剤と、あとはまあダイヤドラゴンフルーツとかニジピーとか不足してる人ってかなり美味しいのもらえたりとか、あとねドラゴン系ももらえて経験値も稼げますし、ぜひね、周回していただければなと思います。ということで今回はですねノアを使ったウラゼロジェンの周回編成使う動画でした。チャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。